山さんが転んだ。話のように突如として現れ、僕を指差していた。さあ飛びましょう、あなたの宝物は預かっているわ。わけのわからぬ心と周りを見れば正気の沙汰なし。あたしが鬼というやつをよそ目に袋を落ち、彼女を餌にして先んじよ。待って仲間を手にかけるなんてどういう女剣さ。どこかに高い策があるはず。さあ思考をめぐらすのだ。だだ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 。誰もさんが転んだ。つられて僕も転んだ。そのまま地面に伏せた。名前は呼ばれなかった。誰もさんが転んだ。彼女がかすかによろけた。揺られそちらを見合った。名前呼ばれ彼女を捕まえた。だけで汗の流れ落ちる圧。夏の日であった。目の前の面白い子は真似で僕らが子供よ。動かぬ口の代わりに目で訴える。正気の沙汰なし。でもそんな雑念にとらわれていては、服の帽子カレーを踊りにして裏だけだ。ああ仲間を手にかけるなんてとっても上手ね。さらに見せてくれ。さあ進行をめぐらすのだ。だだだだだ。朝が転んだ。つられて僕も転んだ。そのまま地面に伏せた。名前は呼ばれなかった。だるまさんが転んだ。彼がわずかにふらついた。揺られそちらを見合った。名前呼ばれて羽を捕まえた。